悲伤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 。どうも、秋山悲伤です。はい、どーん。皆さん、デザートですよ。集まって集まって。はい、みんな集まってきたけど、デザートは一個しかありません。それがこちらです。ドーン。スプーンで食べるとろ生食感ショコラ塩キャラメルで、こちらですね。僕ね、甘いもの普段食べないんですけど、ちょっとね、僕ね、素通りできなかった。塩キャラメルってもうね、めちゃくちゃうまいじゃないですか。しかもとろ生食感、これとろ生ね、とろ生ってどんな食感なんだろうっていうね、僕もう気になっちゃったんで即買いです。はい、これをね、今からね、紹介していきたいと思います。それではね、開封していきます。これね、このサイズで190円ってちょっとね、お高いけど、まあ、それなりのね、価値はあるんじゃないかってね、僕はね、見込んで買ったんでね。はい、なんかこんな感じですね。うわ、すご、見るかな、なんかムースの上に、これが塩キャラメルかな、こう蛇行してる、蛇行運転クリームが、蛇行運転クリームがこれ塩キャラメルですね。これ早速ね、いただきたいと思います。いただきます。おー、これすごいうまそう。いただきます。とろ生いや、とろ生、ほんとにすごい、とろとろしてる。この上だけちょっとすくって、うん、ここだ。あ、塩キャラメルするわうまい。チョコがね、濃厚。濃厚だから、ちょっとね、一瞬ね、塩キャラメルどこ行ったってなりましたけど。でも美味しい。うん。うん。うん。完食、ごちそうさまー。なこれなんだこれ。はい、ということで、とろ生食感ショコラ生キャラメル食べたんですけど、まあね、本当にね、食感もとろ生で、まあ結構とろとろしてて、食感もね、滑らかで、甘すぎることはないと思うんだけど、まあ熱いお茶があったら、より美味しく感じるのかなっていうね、ことを僕は思いました。今後もね、コンビニ行って、なんかちょっと珍しいデザートとかね、いろいろな商品があったら紹介していきたいと思います。この動画が良かったと思ったら、グッド評価と、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録は左の俺の顔からクリックです。